僕は、イタリアの自動車メーカーアルファロメオが1979年から1985年まで生産した大型高級乗用車である。ベースとなったのは 2000cc クラスの中型車、アルフェッタで、ドアパネルなど、共用部品も多く、サスペンションも共用しているため、車格の割に妙に、車服が狭いスタイルとなった。 これは、6は1969年に生産中予された2600の後継者として、1972年デビューのアルフェッタに先行して開発されていたためで、開発が遅れて1973年の第一次、石油危機に遭遇し、発売がアルフェッタに実に7年も遅れてしまったためであった。このため、六のスタイルは発売当初から古めかしかったが、 その割には、CD 値は0.41という優秀な値を示した。またトップモデルらしく、アルファロメオとしては異例に装備も充実しており、パワーステアリング、集中ドアロック、電動ミラー、リミテッドスリップデフ、衝突時の燃料自動カットオフ機構などが、標準装備されていた。1983年には、マイナーチェンジされ、ヘッドライトが、核型二灯式に改められ、 内外装が改められた。1985年に、アルファロメオ90に、世代交代して生産中予されるまでに12,070台が、生産された。登場が遅きに失したため、商業的に成功策にならなかった。日本には、デビュー直後、当時の正規代理店、伊藤中央とによって、サンプル的に、数台が輸入された。6で特筆されるのは、 新設計の V 型6気筒再知死エンジンが、この車で初めて市販化されたことである。当初は 2500cc、158馬力、5600rpm、6キャブレターであった。このエンジンは、その後改良が重ねられ、現在まで164、155、156、 166GTV& スパイダーなどその後のアルファロメオ各社や同じフィアット系列のランチアの車種であるテーマ、カッパ、テージスなどにも搭載されており、傑作エンジンとして評価が高い。1983年のマイナーチェンジ後は6、キャブレターがボッシュエルジェトロニック燃料噴射に改められた。また、イタリア国内向けの 2000cc キャブレターエンジン、VM も、 通り製 2500cc5 気トーターボディーゼル版も追加された。ありがとうございます。